こんばんは、アルミです。今日は、おとといスマホを雨に濡らしてしまって、で米びつに突っ込んでたら治ったんだけど、充電がすごい減るので、まあ5年ぐらい使ってたので、今日機種変更に行ってきたんです。でそれでもうなんていうの、データの移行の仕方とかも5年前にやったっきりなので、ちょっと自信がなかったので、まあそのお金払ってそこのお店でやってもらってたんですけど、もうトータルでね3時間ぐらいお店にいて、すごい眠くて疲れたんですよ。でやっと終わって、確認してくださいって言われたんですよ。これ新しいやつね。でまず確認してくださいの前に、前のスマホのなんていうのかな、全部そのままそっくり写ってるんですよ。見えるかな。見えないね。こんな感じ。見えないな。テカテカしすぎ。ちょっと照明を落とすかな。あ、落ちた。で、あ、見えないね。よいしょ。で、見えないんだけど、ここに、お店の私のページに直輪してる、なんていうか、ブックマークみたいなのしてるんですけど、これよく見たらもう一個のお店のプロフィール画像なんで、私が下着でえいってやってるんですよね。で、あ、やばいなと思って、すごい後の祭りなんですけど、急に遅い。見えるかな、こういう感じ。画面が暗すぎて見えない。でそれすらもまずいなって思ったりしたんですけど、その電話帳大丈夫ですかって言われて、でその横にスタッフのお兄さんが立ってるんですけど、開いたらもう全部、まあ多分見えないと思うんだけど、お店にかけた電話とお店からかかってきた電話ですごい埋め尽くされてるんですよ。しかもなんて言うんですかね、うちのお店ラビングタッチって言うんですけど、まあ短くしてタッチって呼んでるんですけど、タッチっていうのがこうずーっとずーっとこうバーって書いてあってやばいとか思って、でその iPhone6S から急に12に変えたので、ホームボタンがないんですよ。でお兄さんにこれどうやって戻すんですかって言ったら、なんかこう右の方にシュッてしてくださいって言われたんですけど、お兄さんめっちゃこう画面を覗き込んでるんですよね。多分中はちゃんと見てないんですけど、私がちゃんと動作できたかなって見てるんですよ。で写真大丈夫ですかって言われて、前の写真がそのまま入ってるんですけど、で開いたらですね、開いた、見えないかな、うっすら見えるかな、なんか自分の顔をちょっと隠して下着が写ってる私と、あと最近ジムに行ってるのでビフォーアフター撮ってるんですけど、その一番最新のパンツと T シャツで横向いて立ってるっていうの絵がですね出てたりとか、明らかになんか変な人っぽい写真たちを、まあ気づいてんのか気づいてないのか
そんな感じで、で、LINE 使えますかって言われて、やっぱ LINE 大事じゃないですか。で、LINE 開いたら、ちょうどね、お店に連絡したんですよ。機種変が終わりますみたいな。そしたらちゃんと送れなくて、で、お店からの LINE って、どこどこホテルに何分入ります、お迎えに行きますみたいなの入るんですけど、さすがにこれ見られたらやばいなと思って、で、テストっていう、キープメモっていうところがあるんで、それでテストって送ったのに、お兄さんなぜかそのお店の LINE のとこを開くし、みたいな感じで。お店とのやり取りばっかりなので、私の LINE って一番上にどうしても、一番上とか2番目にどうしてもお店の人の、なんて言うんですかね、やり取りが出ちゃうんですよね。っていう感じで、若いお兄さんだったんですけど、何かしらの怪しい感じバレてんのかなみたいな、すごく最後の最後でハラハラしてしまったっていう話なんですけど、まあ皆さんもこう機種変する時には怪しいデータはなんかどっかに避けた方がいいですよっていうオチでした。この間の11周年の話、結構いろんな方がいいねをしてくれてたので、ちょっと私的にはすごく意外に嬉しかったです。あんな話エロじゃないのに いいねが普段より押してあるって思って、まあなんか拙い話、まあ喋り方があんまり、話し方が上手じゃないんで、すごい拙い喋りでずっと喋ってたんで、まあどうかなって思ってたんですけど、意外にそのいいねをいただけて嬉しかったっていう話です。これはストレッチポールです。これ今お尻の筋肉ほぐしてます。腰が悪いんでよく乗ってます。今日はね、ずっと暇です。まあ雨だから仕方ないかな。今日はこんな感じです。ルミでした。